70代のフラワーデザイナー坂根真由チャンネル。私は今日丸亀市にフラワーアレンジメントの講師として参りました。その前に丸亀市にある着心地屋さんっていう素敵なカフェにお邪魔いたしました。なぜでしょうか。神遊びというイベントを藤田由紀先生がライフスタイリストの藤田由紀先生が催し物をしているということなのでお伺いいたしました。素敵でしょう。無から有を生み出すんですね。紙切れから、紙切れって言ったら申し訳ないですけれども、ペーパーから素敵なものをいろいろ作ります。手提げ袋だったり、それからポストカードだったり、こういうツリーの形ですね。こういうポストカードも、あ、カメラも上手なんですよ。素敵ですよね、このね、飾り方もおしゃれですよね。癒されます。ちょっとファッションチェックもされちゃいました。今日は白いブラウスと、それからジャンバーのようなものを、ワークショップも体験いたしました。かわいい袋物を習いました。これで私の手作りアクセサリーとか、ちょっとしたプレゼントを入れるのにいいかなと思って、とっても楽しく遊ば、見てると簡単そうでしょ。意外と難しいんですよ。ワークショップもこの後、私は1時からクリスマスリースの講師として仕事がありますので、失礼させていただきました。藤田由紀先生、あとも頑張ってね。バイバーイ。プレゼントにこんなに袋にまで手をかけてくださったら、とっても嬉しいですよね。皆様もぜひプレゼントするときに、こういう手作りの紙袋を作ってみてはいかがでしょうか。いいの載せてよ。はい。さあさあ、本業のフラワーデザイナーの仕事です。ヒイラギ、コニファース、姫杉、それから黄金ヒバ、オーナメント、サンキライ、糸ワイヤー、ベースなどを使って作っていきます。これまでに簡単な、超簡単な星のオーナメントの作り方とか、リースの作り方は投稿してますので、説明欄っていうのを皆さん、このスマートフォンで見ているのでわからないと思うんですけれども、三角の矢印のような小さな字をポチッと押していただくと、そこから説明欄に入ることができまして、 YouTube のアドレスですかね、それがパーッと出るようになっておりますので、そこからまた詳しくゆっくり見てくださいね。星の超簡単星のオーナメントも随分前に投稿いたしました。リースも何度も投稿してますので、皆さん説明欄の方からご覧くださいませ。坂根真由チャンネルではいろんなことを情報配信しております。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。クリスマスまでに500名、コメントもよろしくお願いいたします。バイバーイ。